55系の152号機の工場完成写真、クラウス、リンツ工場ユーゴスラビア鉄道時代の73-015号,号機、プリエドル機、1967年、ボスニアヘルツェゴビナ国有鉄道55系蒸気、機関車は、現在では、ボスニアヘルツェゴビナとなっている、共同統治国ボスニアヘルツェゴビナの、ボスニアヘルツェゴビナ国有鉄道、1908年以降、 ボズニーシュ・ハーツェゴワイニシャラ・アンドスバーナン及びその更新となった鉄道で使用された蒸気機関車である。現在のボスニア・ヘルツェゴビナは1878年のベルリン条約によりオーストリア・ハンガリー二重帝国配下の共同統治国ボスニア・ヘルツェゴビナとなっていた。この時代にはブロドゼニツ間に最初の軍用鉄道が敷設されて以降、 二重帝国ボスナ鉄道、ボスニアヘルツェゴビナ国有鉄道、二重帝国軍用鉄道などによって各地にボスニアゲージと呼ばれる760ミ、mm、リメートル期間の鉄道が建設されており、その後これらの路線の内主要なものは1895年にボスナ鉄道がボスニアヘルツェゴビナ国有鉄道に統合されたことなどにより、同国鉄の路線となっていた。 ボスニア・ヘルツェゴビナ国有鉄道では、主に、オーストリア・ハンガリー帝国本国で製造された機関車が使用されていたが、急曲線の多い路線がほとんどであったため、曲線通過性能に配慮した機関車として、総合式のイーア2系、先は、重輪とテンダーに、クローゼ式臨時クソーダ機構を装備したイーア4型、同輪とテンダーに、 クローゼ式臨時クソーダ機構を採用した EIA4 型及び EIA5 系、計9 0機が1904年にかけて導入されて主力として使用され、1903年からは車軸配置 D1 のアイバー5系の増備が進められていた。また、ネレトバ線スプリット線のアップト式ラック区間用として、54型とファイク5系、K46 機が1919 19年にかけて、 導入されていた55型は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国有鉄道が、1894年から96年制で、車軸配置 1B1 の旅客列車建員用であった、イヤ4型の造備として、1907年から導入した7 6 0ト、mm、ル機関、車軸配置 1C1 のテンダー式蒸気機関車であり、他の多くのボスニア・ヘルツェゴビナ国鉄の機体と同様に、 バイエルン王国に本社があったクラウスが原設計を担当して、同社のオーストリア・ハンガリー帝国のリンツ工場で製造されたほか、同国のマーバーグでも製造されている。E や4型のクローゼ式リンジクソーダ機構は先はと、重輪をリンクで結合して、曲線通過時に、 相互の転向角度を同調させることによって、曲線通過時の軌道への大圧を低減するものであったが、55型では、通常の先台車及び受台車を使用するとともに、同軸を二軸から三軸として、構造の簡素化と牽引力の向上を図ったものとなっている。また、本形式は、ボスニア・ヘルゼゴビナ国鉄では、最大の動輪系であった。 e いや4型の 1100mm に次ぐ 1060mm 系の道輪と同国鉄では初の採用であった加熱式のボイラーにより最高速度時速 60km の高速性能を有しており 760mm 機関用の蒸気機関車としては最速に類するものとなっているほか運転室やテンダーをはじめとする全体のデザインは同時期に製造されていた 愛は5型と類似のものであった。本形式の形式称号の3は同軸3軸、B は自長30から35トン、5はテンダーを含まない全軸数を表すものであったが、ユーゴスラビア国鉄時代の1933年の称号改正により前期が73型となっている。この不満方法では蒸気機関車のうち01から49型が、 標準機の点打式、50から69型が標準機のタンク式、70から94型が 760mm 機関、95から98型が 760mm 機関のラック式、99型が 600mm 機関と分類され、経年の進んでいた機体にはこれらに100を加えた形式名とされていた。また、クラウス社では L200 ビット型、 マーバグ社では100型の形式名が付与されている。その後ボスニア・ヘルツェゴビナ国鉄は1908年のボスニア・ヘルツェゴビナ併合に伴ってオーストリア・ハンガリー帝国のボスニア・ヘルツェゴビナ地方鉄道に改称しているが、その後ボスニア・ヘルツェゴビナ地域は1914年の18年の第一次世界大戦及び、 オーストリア・ハンガリー帝国の解体を経て1918年に成立したセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国に属することとなったことに伴い、ボスニア・ヘルツェゴビナ地域鉄道の路線は、同国国鉄であるセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国鉄道の路線となって、55型も同国鉄の所有となった。これにより、本形式は引き続き、 ボスニア・ヘルツェゴビナ地方の他セルビア、クロアチアの 760mm 機関の路線でも運行されるようになり、1933年には前日の通り称号改正が実施されて、55型から73型に形式変更となっている。1941年にはクーデターやユーゴスラビア侵攻により、ユーゴスラビア王国が実質的に崩壊し、 ユーゴスラビア王国の鉄道は、クロアチア独立国のクロアチア国鉄や、セルビア旧国政府のセルビア国鉄及び、占領していたドイツ、ハンガリー、イタリア、ブルガリア各国の国鉄が運行するようになったほか、パルチザンが運営する民族解放軍運営鉄道が、その支配地域で運行されており、本形式は1941年時点では全域を、 クロアチア国鉄が運行していた。1945年には、ユーゴスラビア連邦人民共和国が成立し、73型は再度ユーゴスラビア国鉄の所属となり、その後1952年には、ユーゴスラビア国鉄の後ろ身として、ユーゴスラビア鉄道が発足しているほか、1963年には、国名が、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に変更となっている。 こうした流れの中で、ユーゴスラビア鉄道では、鉄道の近代化の一環として 760mm 機関の内主要路線は、標準機に転換するともに、不要路線を廃止することとなり、1980年代までに 760mm 機関の鉄道は全廃されているが、旅客列車の一部には、機動車やディーゼル機関車が導入されたものの、 本格的な動力近代化が見送られたことにより、本形式はその末期まで運行されていた。本形式の製造年ごとの製造所、西番、ボスニア・ヘルツェゴビナ国有鉄道、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国鉄道基盤、ユーゴスラビア国鉄、ユーゴスラビア鉄道形式基盤は、以下の通りである。73から019号機シリンダ及び弁。 装置周辺73から002号機の運転室2016年5号型はユーゴスラビア鉄道での廃車後に何機かが博物館等で生体保存されているほか1機がオーストリアで胴体保存されている。ありがとうございます。